助行とは運転における交通法規の用語の一つ。英語が併記された助行の道路標識。助行は道路交通法第2条で車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することを言う。と定義されている最高速度規制と同様に速度を制限するが同法に具体的な速度は示されていない。ただ自転車が歩道を通行するときの 徐行の例示として時速4、5キロぐらいとする警察庁交通局交通企画課長の国会発言がある。俗に再徐行という言葉もあるが法律では定義されておらず、徐行よりさらに気をつけて通過してほしいという強調の際に使われる言葉である。道路交通法第42条により、車は次のような場所を通行するときは徐行しなければならないと定められている。 序行の道路標識等があるところ、左右の見通しが効かない交差点に入ろうとするとき、交差点内で左右の見通しが効かない部分を通行しようとするとき、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、前述の通則のほか、各場面において道路交通法により車は次のような場合は、徐行しなければならないと定められている。 警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき、歩行者等の速報を通過するときに安全な間隔が取れないとき、道路外に出るため右差折するとき、乗客が乗降するために停止中の路面電車の速報を通過するときに安全地帯があるとき、または乗降客がいない停止中の路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるとき、交差点で右差折するとき、 環状交差点に入り、環状交差点内を通行し、環状交差点を出るまで、交差道路が優先道路や道幅の広い道路であって、それに侵入するとき、緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所を通過するとき、普通自転車が歩道を通行するとき、このほか普通自転車通行指定部分も参照のこと、ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき、 身体障害者や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき、児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園バスの速報を通過するとき、道路の左側部分に設けられた安全地帯の速報を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるとき、公安委員会ではなく、道路管理者によって範囲が指定されない標識が、 設置されることがある。徐行区間の始まりと終わりの地点の左側に徐行標識を設置し、始まりの地点に始まりの補助標識、終わりの地点に終わりの補助標識をそれぞれ合わせて設置する。ただし、規制区間がおおむね30メートル未満の場合には、始まりの補助標識の代わりに、ここから M の補助標識を設置することで、終わりの標識を省略することができる。徐行は、 日本独自の規制であるが、類似の最高速度規制は、世界中で見られる。いつも同じところで、同じように速度を落として走る制限速度とは異なり、臨時に速度を落として走ることを言う。制限速度が、カーブやポイントで減速するのに対して、助行は、強風、豪雨などの自然災害や、それによる線路の破損、また工事などで線路がしっかり踏み固まっていない、場合などに行う。 助行の区間や速度はあらかじめ通告がある。線路の破損や工事などで助行する場合は、助行区間の手前に、助行予告信号機という標識を、助行区間の開始地点に、助行信号機という標識が、助行区間の終点に、助行解除信号機という標識がある。この信号機については、日本の鉄道信号臨時信号機を参照。参議院会議録情報第084回。 国会地方行政委員会第12号第084会国会1978年5月9日説明員警察庁交通局交通企画課長それからもう一つは歩道を通行する場合においては先ほど申しましたように歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走るとこう書いてあるものでございますから大変漠然たる規定でわかりにくいむしろ 今度はっきり自転車は歩道を通行する場合には、助行して走りなさい。時速4、5キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐ止まれる速度で走りなさい。そして歩行者の通行を妨げるような状況になる。時は一時停止をしなさいということを明確にしたというものでございまして、そういう意味で、むしろ歩行者の保護を、今回ははっきり考えて、規定をした、こういうふうに理解をいたしております。 要霊みんなの県政座か川、香川がわ県裁とハットエビただし、環状交差点内ではすべて助行である、警察庁交通局、交通規制基準 P、P143。 h t t p s w w w l b a g o j p l a w s n o t i f i c a t i o n k o u t u ッシュ k i s e i 2 0 1 7 0 4 2 4 p d f ありがとうございます。